日暮らしのなく頃に、日な沢村、日暮らしのなく頃に、出風景の撮影場所となった、白川郷の合唱集落日な沢村は、レセブンスエクスパンション制作の連作サウンドを述べる、日暮らしのなく頃に、の舞台として設定された、架空の村落である。時代設定は、昭和58年であり、日な沢には、古くから続く、村社会特有の風習が残されている。 山奥の寒村で人口は約2000人。豊かな自然環境を持つ。被差別村落であったことや村を沈めることになるダム建設計画に村ぐるみで反対運動を行った経緯から村人間の連帯は非常に強い。古い風習により村の運営はご参加と呼ばれる一族の合議で定められる。特にその一つ円先家が政治面。 経済面で主導権を握り、実質的に村を支配している。神社の祭人、親白様への信仰が村人に浸透している。過去4年連続で、毎年一人死に、数人が消える連続開始事件が起きており、その被害者は皆村の敵とみなされうる人物であった、ことから、村人は、親白様のたたりとして恐れている。 その崎家の支配やたたりへの恐れから生まれた疑心暗鬼が5年目の事件に深く関わってくることになる。日暮らしの泣く頃にでは、この5年目の事件の顛末が描かれる。物語は本編8編と追加の作品群からなり、各編は同じ場所、同じ時間で異なる展開、結末となる事件を描くが、一部を除き事件は多くの謎を抱えたまま迷宮入りとなる。以下、 作品の舞台となる昭和58年の日見沢村について記述する。入江診療所のモデルとなった白川診療所。日見沢ダム計画のモデルとなった小川の三ぼろダム。東海地方、関西地方への電力供給を目的に建設されたが強い反対運動があった。昭和58年当時、看護師という言葉はまだ存在しない。ただし、日暮らしのなく頃に、 ゴでは、大石クランドの警察手帳に、岐阜県警察との印字がある。t v b アニメ、日暮らしのなく頃に、ゴ完全新作、神社、ゼムゴ放送中、神社。t v b アニメ、日暮らしのなく頃に、ゴ完全新作、神社、ゼムゴ放送中、神社。3は Twitter を使っています。バースデーケーキ、お誕生日おめでとうございます。クラッカー、今日はクラちゃんこと。 大石クランドの誕生日です。サスペンダーが、お似合いですよね。赤いほっぺの笑顔、令和の大石さんもよろしくお願いします。大石クランド生誕祭2020日暮らし https コロンスラッシュスラッシュ t.co スラッシュ、e、qz-regl-t は -iwi、ツイッター。ツイッター。2020年11月29日閲覧。abc 公式キャラアナライズ2006。 P66 鬼隠し編ティップスより公式制作日記2002年5月15日参照宝島社文庫日暮らしのなく頃に名場面操作ファイル197ページありがとうございます